大変難しい質問です。で、多くの場合、日本人とアメリカ人のフォローのやり方の違いということに関して私が、考えていることはですね、アメリカ人、ヨーロッパ人の場合はやはり、契約が一番重要 でそれと違うことが起きたならば、まあ話は振り出しに戻るんだと、最初の時点に戻ってもう一回、契約をやり直そう、あるいは、全部ご破産だと、全部振り出しに戻って最初からやり直しだというような考えに至ることがよくありますけれども、日本人の場合あるいは多くのアジア人の場合もそうだと思いますけれども、まあそれはそれでいいじゃないかと、だから契約はあるんだけれども、まあ、今回だけ特別に、まあ、認めようじゃないかとか、あるいは今回だけ少し早くやってあげるとか、あるいは今回だけ特別に値段を安くしますとか、契約は契約で尊重しつつも特例として、まあこの条件を認めようというような考え方がよくあります。で、それに対して、感謝されたり、あるいはお礼を述べられたりすると、まあ、非常に関係が深まるというかですね、あ、分かってくれているんだというような、日本人の意識も高まりますので、まあ、何か変化が生じたら全て、振り出しに戻ったり、あるいは最初の時点に立ち返って考えたりするのではなしに、契約は契約だけど今回だけ特別にやってくれないかというアプローチの仕方は日本人の場合は多くの場合可能です。